イ・ジェミョンともに民主党議員は25日一時的に油類税付加を中止し、空売り禁止措置を取らなければならないと政府に要請した。李議員はこの日、Facebook に載せた文章で経済は真理だ。対策がないと手を引くなら不安心理で状況はさらに悪化するとして政府の積極的な対応を要求した。続いて産高により、民生が深刻な打撃を受けている。経済政策はタイミングだ。タイミングを逃がすと好きでも防げないと述べた。李議員は小さくてもできることからやっていこう。一時的な空売り禁止で個人投資家が息をつける空間でも開き、油類税一時的中止で急場しのぎからやってみようと提案した。さらに国会で解決しなければならないことは私から先に乗り出すと述べた。また経済問題解決に敵も味方もあるものか。民生危機脱出のため、みんなが積極的に協力して、共に解決策を模索しよう。グローバル複合危機の中、流れを変えることはできなくても民生の苦しさを減らす方法は明確にあると強調した。李議員は今の経済危機は膝を突き合わせ、手を取り合えば克服可能だ。与野党が力を合わせる局に非常経済対策委員会を提案している。政府の早急な検討を再度要請すると述べた。